宿題作品発表パート1。パート1は、はい、ほっといて川柳でございます。はい、これはほっといて本当はもっと構ってよという毎週の万能川柳に載ってたんですけども、はい、そのほっといてを生かして川柳を考えてください。はい、それではミッシー文さんからいきましょう。ほっといて、ほっといていたら娘にほっとかれ。あんまほっといてはいけませんね、子供がね。いやー、私もほっといて、まあ忙しかったからな、ほっとき話でしたですけども、うん、西文さんのマルガリータさんからいただきました。はい、ほっといて嫁さんよりも背が低い。別にこうほっといてもよろしいけどね、そういう方も結構この頃は多いですね。うん、そうですね。というのは女性が背が高くなってきたいうのもありますけども、はい、女性の履く靴があまりにも高すぎる。うん、そうですね。もう前も高いしね、後ろもヒールも高いし、はい、あれ最高30センチぐらい高なのちゃう？そんなに高くないですよ。最高どれぐらい？13センチ、15センチぐらいですかね。15センチ高なったらまあ1メートル60やったら75やからね。そうですね、だいぶ大きくなっちゃう。75いたら背高いで。私履いたら185センチになります。そう、185センチやで。185センチの人が履いたらむちゃくちゃやかな。2メーターぐらいになりますね。マジカルトップブラサンコさんからいただきました。はい、ほっといてテレビに突っ込み、ええやないか。おばあちゃんがテレビ番組で突っ込んでるとそれを見た旦那が何してるんや、テレビに突っ込み入れたりしてと怒ってるということでございます。はい、ミッシー文さんからいただきました。はい、ほっといてスマートフォンを持つ巨漢。なんかもう小さいね、もうバンコク行って驚いたのはスマートフォンの後ろのカバーみたいなのね、はい、売ってる店が山ほどありましたね。わー、今流行ってますね。山ほどスマートフォンの裏のやつね、はい、カバーの後ろカバーがありましたね。はい、ラジオネーム柱牛腸さん、なんだこっちゃ。ほっといて選手が育たんタイガース。お前ほっといてもまあ江越は来年どうなるんですかね。まあね、優勝いつかしてほしいです。まあ、兄貴が監督でございますし、はい、そのね兄貴の指導ぶりに、うん、あの兄貴はなかなかやっぱりこうなんか怖いイメージもありますから ね、 ね、選手もこうビビって一生懸命やるんちゃうかな。あんまビビりすぎてちょっと萎縮しちゃう、萎縮すると困りますけども。そうですね、まあ、やっぱりピッチャーですね、うんうん、それと大砲がどうなるかいうことでしょうね、うん、タイガースは、うん、まあなんとかあの、ね、はい、3位までには入って、そして日本一になってほしいなと思います。はい、ミッシー文さん、寝言には返事をせずにほっといて。あんまり寝言言う人新幹線の中で言いますよね西文さんのマルガリータさんでございます。この辺も10年差が続きますが、はい、ありがとうございます。ほっといて鼻くそ違うほくろです。鼻くそついてないと思うけど、ついてない、これは、はい、ほっとい、ミッシー文さん、はい、ほっといてそうめんをほっておいたら、あら、うどん。そのことはないこれはそうですね、ちんさんちん電車さんからいただきました。はい、ほっといて4年で戸棚にキノコ生え。あらららららら、やだ。キノコも食べれるのか食べられるのか、この頃本当にキノコ専門店とかね、いろいろ食べられるキノコとか、はい、いろんな種類が出てますね。桂の木さんからいただきました。はい、おしぼりの
首まで拭こうとほっといて、ちょっとからへんね。拭いてる人いるいる。鼻かんでる人おるで。あ、気になります。見ちゃう。鼻かんでる人、肉隠す人おるで。わあ、やだ。それちょっと僕よくやる。あ、やっちゃうんですか。サスケ左衛門さんからいただきました。はい。ほっといて目覚まし気づかず朝寝坊。ね。そういう人もいるか分かりませんけども、では最後、はい、バギさんからいただきました。バギさん、ほっといてほっとけるなら苦労なし。あ、分かるな。もう一つありますね、はい、ほっといて許してくれぬ歯医者さん。あ、歯医者さんも商売やしね。もう歯医者さんもよくしてあげようと思うんですけども、まあ、患者としては大変でございます ね、 ですね。ありがとうございました、はい、たくさんのご応募ありがとうございました。1179MBS ラジオがお送りしている桂文枝の茶屋町ホテルでは、皆さんからの E メール、ファックスをお待ちしております。 E メールは文枝 @mbs1179.com、 ファックスは06-6809-9090 まで。あなたのチェックインをお待ちしております。茶屋町ホテル秘書室です。前回のプレゼントの当選者を発表します。前回のプレゼントは種ヶ島さん安納芋をお一人の方にプレゼントでした。当選されたのは堺市の吉岡真理子さんです。おめでとうございます。たくさんのご応募ありがとうございました。さて、茶屋町ホテル今月のプレゼントを発表します。今月のプレゼントは桑名さんハマグリのうどん好きセットです。創業138年の老舗、ハマグリの名産三重県桑名に店を構える歌あんどんの大人気ハマグリうどん好き。鍋に必要な材料は全て入ったセットになっており、中でも幻と言われている三重県桑名産の大粒のハマグリは身が柔らかくプリプリ。最大の特徴はそんなハマグリから取れた出汁で、他では真似できないやみつきになる味わいです。締めは煮込んでも煮崩れしにくい手延べうどん。舌触りが滑らかでスープとの相性抜群ですよ。今月はそんな桑名さんハマグリのうどん好きセットをお一人の方にプレゼントします。プレゼントをご希望の方はおはがきかメールで番組へのご意見ご感想を書き添えの上、 530-8304 毎日放送ラジオ桂文枝の茶屋町ホテルプレゼントの係まで。メールアドレスは文枝 @mbs1179.com までお寄せください。応募の締め切りは1月4日月曜日、消印有効です。たくさんのご応募お待ちしております。宿題作品発表パート2。はい、パート2は冬が来る前にということでございますけども、はい、もうなんか寒いんかちょっと暖かいんかよくわからないんですけども、今年は本当にそうですね、急にガーッと寒くなるのか、もう寒いのは僕はもう嫌いなんで、私もです。もうこのまま暖かくなってほしいな、2月ぐらいには。まあ、それまたその困る人もおるやろうけども、そうありますね。少なくとも僕はですね、はい、寒いのは嫌なんで、はい、この冬が来ないといいなとは思うんでございますけども、あ、冬が来る前に何々の場合と言っていただいて、はい、冬が来る前にという音楽が流れるとそれについて言うていただきたいと思います。はい、まあ、来年はとにかくですね、はい、何事もないようにやってほしいですね、うん、今年もいろんなことありましたですけどね。本当ですね、毎年、まあ、来年は僕は芸能生活50年という節目の年でございますのでね、はい、それでまたいよいよ、はい、別な曲でございますけども、はい、こちら4チャンネルですが、一つ前の前ぐらいのチャンネルで、はい、私も千の利休っていうね、うん、堺出身の方、うん、千の利休って今まで映画では三船敏郎さん、はい、で市川團十郎さん、うん、男やばっ
かりが演じてるんですね。すごい、はい、でなぜかというと三千家いうのありましてね、はい、千の利休のずっとこう流れを組む裏千家、うん、表千家、うんうん、それから武者の小路千家、うん、その千家が集まってですね、はい、千の利休をこの人がやりますいうのをお伺い立てて、はい、そこの許しが出ないと、はい、役をやらしてもらえないということはないそうです、あれですから、まあ、私もやらせていただくということでございますのでね、来年はどこで出てくるか分かりませんが、うん、ご期待いただきたいと思います。楽しみです。それでは、はい、冬が来る前に、はい、ニシンの場合年末年始子供が稼いでくれるんだよね、うん、しかし儲けは親の懐には入らず寂しいよ懐全部飽き飽きですもんね、取られてしまうもんね、ピュッピュッピュッと絞り出されてね。次はなにわファイサンダースさんです。マグロの場合一年中泳いでるからさ、うん、季節関係ないんだけどね、うん、まあそれはそうですね。そうですね。だからまあハワイとかバンコクでもね、うんうん、まあ冬がちょっとは寒くなるけど冬はないわけですよ、ちょっと暖かいんですね。でああいうとこの人は写真見ても、はい、いつやったかこの頃まあ写真に年数書いてあるのもあるけども、はいはい分かれへんらしいですね。服装が変わらないですね。服装変われへんから。そっか。だから服装変わるいうのはものすごい大事なことだと思いますね。本当ですね。で私も子供の時、はい、あこれいつだったかなでもなんかマフラー巻いてね、はい、あ予備足のところに立ってんの見て、あ冬やみたいな感じでね。だからなんかやっぱりちょっと切り替えができへんとボケるのも早いらしいですけども、しんちゃんからいただきました、はい、サンタクロースの場合あのね、うん、世界の子供にプレゼント配る時期を考えたら、はい、マイナンバー感動カードの誤送なんてまだ可愛いもんですよね確かに。続きましてはマジカルトップブラサンコさん、バクの場合爆買いはしませんよ、うん、必要なものはないし漠然と欲しいからって買うのやばくない3つも入ったバクがいっぱいちゃんとバクについて書いてくれてるわ。バクは成獣の体長は 1.7 から2メートル程度、豚のような体つきをし、うん、象の鼻のような口を持つ、うんはあ、面白いね。それでは続きまして、はい、ラジオネームワッハッハさんからいただきました、はい、ギャグを言うと必ず滑る私の場合寒い寒いと言わないでね夏でも寒い、はいということでマネガズトップブラサンコさんでございました。はい、落葉紅葉樹の場合紅葉狩りの皆さんを楽しませるためにね、綺麗に紅葉するんだよと葉っぱかけてます。判断が遅いな、すいません。続きまして、はい、西文さんのマルガリータさん、生ハゲの場合本番に備えて演技のトレーニングをしているんだよ、悪い子はどこだ次は、はい、これはなにわファイサンダースさんですね。クマさんの場合今のうちに鮭を爆買いしとこう
変えたらいいですね。バクドリやね。バクドリですね。バクドリせな。でもね、はい、やっぱりさっき寒いの嫌や言ったけども、うん、北極の氷がたくさん溶けていく、はい、やっぱりもう溶けない方がいいね。冬は寒くてもいいから、ね、というのは白熊さんがね、はい、アザラシを爆取りできないんですよ。あ、アザラシを爆取りできないいうことは、はい、2匹の熊を産めないんですね、うん、で2匹産めないということは、はい、やっぱり北極熊の数がどんどん減っていくいうことなんですよ。2匹産んでなんとかこの今の数を保てるわけですから、いやこれはちょっとね、冬は寒い方がいいですね。はい、寒い方がいいです。はい、ラストです。はい、これはミッシーブンさんから。とにかく明るい安村さんの場合、冬が来る前に、あーこの格好じゃ風邪ひいちゃうな。でも安心してください、パンツ以外は履きませんおこれなんか今年の忘年会でこればっかりやったらしいですね忘年会用の安村さんは、はい、まあ吉本なんですけども、はい、儲かったんか儲かって何かこう聞いてませんけども、うん、まあ儲かったらいいなと思いますね本当ですね。パンツで儲けた吉本であんまりパンツで儲けたという人まあ今年は本当に、うん、吉本も芥川賞を取ったりとかね、はい、うんうん、素晴らしい活躍を皆さんしてくれましたね。良かったですね。よかった。はい、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。